もう本当にこれらはトマトとかと同じく、あの時期がね、同じ時期にこれ石倉一本ネギ、もう本当に定食しないといけない時期をもうすでに過ぎた。ああ。あかんね。あれセット玉ねぎ。12月1月に収穫する。で昨年は失敗した。これは下仁田ネギ。これね。じゃがいもの後にやるか、まあブロッコリーとかの後にやるかという、まあ、近いうちやろうかとは思ってます。はい、向こうがネオワース、ネオワースじゃないわソニックで、赤玉ねぎ、アトン、1ヶ月ぐらいこのように干して、あとはコンテナ、サンテナに、まあじゃがいももそうだけど、コンテナ、一般的な、うん、ないな、コンテナの、まあ、半分ぐらい、玉ねぎだったら、うん、3分の1、じゃがいもだったら半分ぐらいまでが適量、それ以上だと潰れたりする雰囲気があるので、僕はねそんな潰れることはないと思うんだけどね、わからん。でまあ若干風通しのいい暗い場所、じゃがいもだったら絶対暗い場所、玉ねぎはそこまでは言わないけど、1ヶ月後、あの大量のじゃがいもも、もうどちらかっていうと段ボールに入れちゃう、真っ暗に、それが理想。玉ねぎはまあ風通しのいいということは人通りがいい、家の中でそういう場所が理想。そんなね風通しのいい場所なんてそうないやん、家の中で、家の中というか屋内では。あれやね、ガレージのとことかに捨てあったね、他のお家ね。うん。ああどっちみち干すのはもう1ヶ月で十分。でその後でまあそうやって網状の容器に入れるという。玉ねぎ、じゃがいもは無農薬なので、まあね、うん、アンドン良信一、改めアンドンの八百屋さんがメインの販売所で、もう一つマルシェに出店のこう申請書を出しました。で受理されて、次回からぜひくださいというこう採択を受けましたので無農薬難しい、本当にちょっと僕の今までの畑での栽培の方針をちょこ、まあちょこっと変えるかなと。今まで何使ったかな、アファーム乳剤とかフェニックス、いろいろ使ってるので化学的な農薬を、今後ちょっと考え直します、はい。
じゃあついでにちょっとまた全然違う話する。こっち、はい、そのいかに無農薬、化学的な農薬を使わないように使わないとするのは、有機ジャスの認定を受けた農薬を使う、もう使う前提で話をします。じゃないと畑がダメになる、うん、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。